今回は藤原弘子さんの払ってはいけないという本を読みましょうで紹介させていただきます。はじめに、どうすれば儲かるかではなく、どうすれば損をしないか。第一章、その悪習慣が賛祭のもと、節約家計。処方箋の薬は高いところで買ってはいけない。大病院にいきなり行ってはいけない。病院に遅れて行ってはいけない。 スーパーは油罪コーナーから入ってはいけない。まとめ買いをしてはいけない。カードポイントを気にしてはいけない。大型家電はボーナスを当てにして買ってはいけない。あったら便利なものは買ってはいけない。昔の節約の常識をそのまま使ってはいけない。節約に時間をかけてはいけない。銀行の窓口に行ってはいけない。カードのリボルウィング払いは使ってはいけない。 第2章。そのお金の常識はもう非常識。貯金積立。妻が稼いだお金は夫名義にしてはいけない。お金を残して貯金しようとしてはいけない。利率の良い銀行を探して積立預金をしてはいけない。タンス預金をしてはいけない。複数口座にお金を分けてはいけない。マイホームを資産と考えてはいけない。 老後に備えてバリアフリー住宅を買ってはいけない。普通に暮らせば何とかなると思ってはいけない。給料の額面だけを見てはいけない。第3章、入ってはいけない保険、頼れる保険。生命保険に必要以上に入ってはいけない。持病があっても入れる保険に飛びついてはいけない。国の健康保険を軽んじてはいけない。 高度先進医療に騙されて医療保険に入ってはいけない。子供が生まれても学資保険に入ってはいけない。保険で貯金しようとしてはいけない。専業主婦の妻の保険に死亡保険などつけてはいけない。第4章、夫婦仲改善が家計にプラス。節約したいなら夫の小遣いを減らしてはいけない。妻との会話を避けてはいけない。 60歳過ぎ、離婚してはいけない。妻のパートの壁を気にしてはいけない。子供に大手携帯電話会社のプランを使わせてはいけない。教育は聖域などと言って思ってはいけない。子供にお金を残してはいけない。第5章、投資しませんかから破綻まっしぐら。投資しないと資産が増えないなどと思ってはいけない。 老後のためのマンション投資などやってはいけない。個人年金に入ってはいけない。株式相場に飛びついてはいけない。長期投資などという言葉に騙されてはいけない。お金のことをプロに相談してはいけない。金融機関が進める投資信託は買ってはいけない。日本一売れている投資信託は買ってはいけない。 年率1%以上の預金には手を出してはいけない。銀行庫の交渉は相手のペースで進めてはいけない。第6章、老後資金にまつわる大嘘。老後資金の心配は50歳までしてはいけない。もらい損ねてる年金を見逃してはいけない。年金を早めにもらい始めてはいけない。農業を軽んじてはいけない。 定年までに終わらないローンは組んではいけない。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。